スタッドも派遣動画チャンネルの吉田トムです、ここは都立小川高校の今日は文化祭をやっております、修学旅行の事前学習、この学校も最近はこうした事前学習に力を入れるようです。行き先は長崎方面になっております。特徴としてこの現地ではグループ別に分かれて行動するというのが特徴のようで、それぞれテーマ別に分かれるんでしょう。自分たちが行き先を含めて一日中自主行動ということになっております。そうしたものを事前にこういうところを行くという予定のもとに作品を並べ、この行き先の資料を並べているところです。また2日目はコース別のバスコートになっております。入れ替わりチームいいですね。こういうものも日程に組まれています。あるいはこの長崎をカステラ作りをやるというようなことも書かれております。有田焼、これは佐賀県です。有田焼の体験もやる。そしてまたこの九十九島遊覧船、非常に綺麗な風光明媚なところです。こちらでは釣り体験をやるというのがあります。ハウステンボス、ここは遊園地ですね。このこういうそれぞれのところで体験をやるというような形のものが出ております。で最後の日は太宰府天満宮、有名なところです。私もよく行っておりました。九州出身の吉田勤です。で九州国立博物館、ここは私が行った当時はありませんでした。ここから空港まではすぐ近い距離にあります。こうしたものがこちらでは作品として書かれております。ご案内しました。最後にこの九州の物産が書かれております。有名な博多ラーメン、そして長崎の皿うどん、これは長崎の皿うどんはこの長崎の四海楼というところで開発をされたものです。非常に馴染みのある四海楼は私が行ってた仕事取引先でした。この皿うどんはまかない食をもとに作られたものです。そして角煮詰めてあります。こうした肉製品、長崎ちゃんぽん、そして長崎を中心とした作品があります。長崎といえばこのカステラです。カステラも有名な店がありますが、それはそれとして私からは話をしないでしょう。あごだしうどん、長崎といえばトビウオです。トビウオを向こうではあごと言いますので、そうしたものが並べてあります。この私が一番好きなものはこうした中で皿うどん、ちゃんぽん、こうしたものがあります。そしてこれは博多です。博多といえば吉田の出身地、博多人形を販売していたのが吉田勤です。終わります。